市矢野町にある羅漢の里は緑に囲まれて川遊びもできる自然豊かなところです。こちらでは思い出作りにぴったりのとっておきの体験ができるそうなんです。あ、なんかいましたよ。相生市の北部矢野町にある羅漢の里、兵庫森林浴場50選に選ばれ、秋は紅葉の名所としても知られています。さて、最初のとっておき体験はということで、こちらの羅漢石窯パン工房ではパン作りが楽しめます。今回は山本さんに教えていただきます。こちらが、はい、材料で約30個のパンが作ることができます。はい、はい、生地を上下にまずは伸ばしていただいて、はい、楽しい、はい、楽しい、はい、でここをちょっと置いていただいて、ウインナーパン作っていきます。こんな感じで細く切り込みを入れていくんですね、はい、よくパン屋さんで見ますけど、はい、こういう作り方なんですね。はい、これは、まず、はい、こんな形で、はい、初めて知った、うん、熊のあんパンやメロンパンも作りました。この辺の、はい、特産って何ですか？この辺の特産はもう、柚子になりますね。なので、パンにも柚子ジャムを使って、手作りなので、お店の、はい、おすすめです。じゃあ、ちょっと私は柚子大好きなんで、はい、いっぱい詰め込みたいと思います。はい。贅沢ですね。もうたっぷり使ってください。はい、じゃあ、ちょっと、こうして、ここから、はい、これ意味あるんかな？ちょっとだけ切り込み入れます。はい、はい、中見えてるの結局なんかちょっとよくわからないパンになっちゃった。かわいいですけど、ちょっとメロンパン風ゆずパンです。はい、はい、パンを30分発酵させたら石窯で焼き上げます。工房前のお店里の店ではモーニングが楽しめます。おすすめは羅漢バーガー。羅漢バーガーはですね、地元特産の柚子味噌ソースを使いまして、地元のその柚子果汁を入れまして、柚子の香りがするおすすめのソースになってます。それは鶏肉 100% のバーガーですね。あっさりとお召し上がりいただけます。じゃあ夏もどんどん食べれちゃいますね。はい、ぜひぜひ食べてください。およそ15分でパンが焼き上がりました。めちゃくちゃいい香りです。相生といえばペーロンの貝ですね。ちょっといびつな形になっちゃいましたけど、クマさんも可愛くできました。そしてそして相生特産の柚子を使った柚子パンです。柚子の香りがふわーって広がって優しい甘さのパンです。おいしい。みんなでパン作り、素敵な思い出になりますよ。羅漢の里でとっておき体験、ここからは相生市役所のお二人と一緒に楽しみます。羅漢の里では他に何が楽しめるんですか？ハイキングを楽しむことができます。16体の羅漢石仏を見ることができたり、環状三条石を見ることができます。またキャンプを楽しむこともできます。お、キャンプもいいですね。続いてはキャンプ。自然に囲まれた羅漢の里キャンプ場には29のテント村とコテージがあります。施設長の八木さんに案内いただきました。こちらはコテージ。あー、広いですね。はい、こちらは何人ぐらい泊まれるんですか？定員は20名になっております。このコテージの特徴とかって
皆さんが一緒に泊まれて、スポーツ団体の合宿、あるいはお友達同士の家族なんかが多いです。外に専用のバーベキュー場がございます。そちらの方は屋根付きですので、雨が降ってもバーベキューができるという形で、大人数で楽しい思い出が作れそうですね。そうですね。おー、景色もすごいですね。川のせせらぎの音が聞こえます。この音がね、ちょっと癒しになりますよね。他に6人用のコテージも7棟あります。こちらのキャンプ場のおすすめの楽しみ方、はい、教えてもらえますか。はい、これからキャンプを始めるという方にお手軽に体験していただくレンタルテントのキャンペーンをしております。テント、ターフ、寝袋、あとコンロ、全部合わせて3800円でただいま貸し出しております。おー、そして区画料が無料になっております。おー、嬉しい。なおかつ設置撤去は不要です。おー、めっちゃ楽。さすがにね、ゴミは持ち帰らないといけないですよね。それが当施設ではゴミは全て置いて帰れるんですよ。そんな楽ちんなことがあるんですか。あるんです。続いてはカバ遊びしましょう。なんかいますかね。カニとか。あ、カニいます、うん、浅いからちっちゃい子供とかと来ても安心ですよね。はい、捕まえました。おったおった。すごい、カニカニ。泡吹いてる。かわいい。遊んだ後は、お待たせいたしました。大満足セットです。うわー、すごい。屋根付きのバーベキューサイトでいただく大満足バーベキューセット。お肉に野菜、海鮮も楽しめます。でっかー。エビー。お。よし、もうバーベキューってやっぱ準備とか買い出しに時間かかるから、めちゃくちゃ時短になるし、ありがたいよね。ですね、はい、屋根があるから天気が悪くても安心ですね。確かに、うん、日焼けも防げるから嬉しいですね。嬉しいです。じゃあいただきます。いただきます。どれからいこう。鶏肉いただきます。おいしいです。美味しいです。うわー、やばい、やばい。アイオイといえば牡蠣じゃないですか。冬はここで牡蠣焼くのも良くないですか。めっちゃいいと思います、ね。この後行くところってどんなとこですか。刀鍛冶っていうところがあるんですけど。刀鍛冶、はい、日本でも珍しい場所なんです。それがこちら、相生市出身の刀鍛冶、桔梗早光さんによる日本刀作りの見学ができます。刀の材料です。どう、あ、重い、めちゃくちゃ重いです、はい、玉鋼といいまして。玉鋼、はい、たたら製鉄でできた鋼を使います。で、溶ける寸前まで温度を上げて、叩いては伸ばして折り返すっていうね、折り返し鍛錬っていうのを今しています。すごい大迫力でしたね。刀作りの7割から8割は実は鍛錬っていう時間が非常に長いです。棒になってきたらもう終わりの方なんですね。あ、そうなんですね、はい、いい鍛えができると、あとは本当に自然にこういいものに上がっていくっていう感覚が僕の中にはあります。こちらは大阪・関西万博に向けて兵庫県が展開する兵庫フィールドパビリオンに認定され、
刀作りと同じ火作りで作る小刀作り体験が観光客に人気なんです。あ、これ、はい、なかなか刀作るなんて体験できないと思うので、そうですね、貴重ですよね、はい、鍛冶仕事の楽しさというかね、そういうところも皆さんに伝えられたらなと思っています。刃文っていうんですか、はい、このなみなみしたところ、はい、刀は全部焼きが入っちゃうと折れやすくなっちゃうので、刃先だけを焼きを入れるように日本刀はなっています。どうするかというと、泥を塗ることで薄く塗ったところに刃文が入って、1ミリから2ミリ厚く塗ったところに焼きが入らないようにする、それが基本です。じゃあこのデザインは職人さんによって変わってくる。誰が見てもこれ桔梗さんが作ったやつだなっていうのが分かるようなね、そういう刀を作りたいなと思っています。今日は素敵な体験がたくさんできました。皆さんも相生石羅漢の里でとっておきの思い出を作ってみてはいかがですか。